はい、ハノイリビングの田口です。今私がいるのはね、土井館通り、金間の土井館通りにあります。はい、この土井館通り沿いにね、もうできてますザ・ファイブレジデンスですね。はい、このサービスアパート、もう一度見に来ました。はい、以前ねちょっとグランドオープンの前に来たんですよね。ちょっとまだねいろんな準備が整ってなくて、いろいろこう質問してもね、ピタッとこう返事がいただけなかったりしたんですけど、だいぶこなれてきましてね。はい、入居者も増えてきてましてね、やっぱり場所が多分金間のエリアにあるということと、この、まあ、外資がね、管理してるんですけども、しっかりとした管理基準でやってるんで、もちろん、コンドミニアムに比べたら全然ね、はい、やっぱり、いい、サービス内容です。はい、もうこのすぐ向こうにね、向こうロッテ見えてますけども、ロッテの目の前に、メトロポリス、インホームズメトロポリスありますよね。日本人の方々いっぱい住んでますが、まあ、もちろん安くてここに比べれば安いと。はい、ワンベッドルームツーベッドルームだったら、まあ、1600、1500ぐらいで税金管理費のみ、いろいろサービス足して1700、800ドルぐらいで住めるんでね、80平米90平米いいんですけども、まあ3ベッドルームで家族帯同でね、お子様も連れてこようよっていう方にとっては大丈夫かっていうね、もうちょっとちゃんとしたところに住んだ方がいいんじゃないかというふうな考えもあるわけですよ。はい、でその場合はメトロポリスもいいんですけど、ああいうコンドミニアム、個人オーナーと直接契約しなきゃいけない、ね、リスクも伴う。はい、急に売りたいんで出てってくれよと、そんなことを平気で言ってくるオーナーがいっぱいゴロゴロいる中で、はい、やっぱりそういう浮き目に遭うことが絶対にないこのサービスアパートですね。はい、こういうところの方がどうせ3000ドル以上のお金を払うんで、家賃を払うんであれば、こういうところの方がおすすめを、まあ、できるかなと我々は思っています。はい、そんなので一応お客様も、ね、いるので、ちょっと、はい、こんなのがありますよというので、もう一度ビデオに、ね、まあ、撮らせて今いただいてます。はい、順番にね、今から部屋を見ていきたいと思うんですけど、まず1階ね、どんな感じかちょっと見てみましょうか。はい、受付レセプションがあって、まあ、1階からね、入るとこんな風にさーっとね、空気がね、すごいこう、涼しくて、エアコンがガンガン効いてると。はい、まあ、受付待合ですよね。ホテルのレセプションと一緒ですよね、ここはね。はい、管理基準もしっかりしてて、ハウスキーピングさんもしっかりと働いてくれます。はい、もちろんレセプションもしっかりついてて、コロナ対策もね、やってます。はい、ここにね、カフェ5っていうような、前はなかったんですけど、ちょっとしたカフェでね、飲みながら、上から降りてくる、まあ、その住民の方を待つって言いますかね、お客様、客人がここで待つとか、はい、いろんなことがここでできるような、はい、まあ、受付レセプションですよね、なってます。はい、朝食会場をね、ご覧入れましょう。もうね、ビュッフェでやってるんですよね。はい、契約の割合がまだね、コロナの影響もあって20%ぐらいなんですけども、はい、でもね、ビュッフェを観光してると言ってますね。はい、もう作り置きで前の日に何々 A 弁当とか、それを食べに来るっていう形式が最初はそうなるんですけども、違う、はい、もうビュッフェでやってると。なかなかね、まあ、多分頑張ってらっしゃるんだと思います。いろんな、まあ、今は時間もう過ぎてるんでないですけどもね、はい、すごい最新の設備で、はい、これぐらいのスペースがしっかりと、作ってあって、ちょっとね、団体さんの、まあ、ブレックファーストミーティングっていうんですかね、あるのかどうか分かりませんけど、はい、その場合の部屋なんかもね、こういうふうに別室っていうか、はい、ちょっと、セパレートにしてね、扉で緩やかに仕切って、で、食べれるようなふうにもなっていると。はい、こういうグレードですよね、いいですよね。はい、共有部分ね、ちょっと見ていきましょう。はい、ザ・ファイブ・レジデンスのフィットネスジムですね。前も撮りましたけどもね、まあこれ、はい、もうエリートかっていうぐらいですよね。カリフォルニアフィットネスかっていうぐらい、ものすごい設備ですよね。これは外部の人は入れません。はい、ここ契約してる方オンリーですね。時間は夜の朝の6時から、
夜は9時までですね、やってると言ってます。もうちょっとね、10時ぐらいまでやってほしいんですけどもね。もしくはカードキー入れたらもう24時間いつでもここで使えるんだっていう風にしてほしいなと思うんですけど、ちょっとまあこんだけの設備なんでね、今のところはまだ時間制です。はい、こんなね、ちょっとこうヨガとかね、契約する方が奥様方、家族連れが増えてくるとね、こういう、はい、ヨガスペースなんかもね、すごくこう、まあ、重宝されるんじゃないかなと思います。はい、これがね、パワー系からね、もうランニングマシーンから、もうどこの部位も全部鍛え込むことができるよっていうぐらいの、すごいフィットネスです。はい、ここまで揃えるかっていうぐらい、はい、ここまでやりますかっていうぐらいですよね。これすごいでしょう。はい、なんでこんな、なんでこの、曲がってるランニング、よくわかんないですけどもね、こういうのがあったりとか、はい、するんですよね。はい、いろんな体に負荷をかけて鍛えることのできる、はい、まあ、かなり最高峰なフィットネスジムが、ここを契約していただければ自由にいくらでも使っていただくことができます。はい、今度はね、プール、はい、まあ、結構な距離が、何メートル、25はあるか、20か、でもがっつり泳げますよね。はい、変にね、こう湾曲していないので、はい、これぐらいの、はい、距離であれば、やっぱりしっかりとね、何往復もして、全身運動ができるっていうね、はい、このエクササイズの用のプール、これも居住者の方のために、はい、開放してますので、はい、ここもね、ご利用していただけます。はい、これもね、売りの一つですよね。はい、プールを降りてきましてね、受付がありまして、まあ、エレベーターホールもここにあるんですけども、はい、サウナがね、あります。それもね、ここの一つの売りで、まあ、女性用と男性用、当たり前ですけども、分けて。父ちゃん、これ何時から何時まで？何時から何時？うん、9時。あ、みんな一緒か。あ、わかりました。はい、じゃあちょっと見ていきましょうね。利用できる時間は朝の6時から夜の9時までっていうルールでやってます。はい、これがね、なかなか銭湯のような感じでね、はい、こうやってね、脱衣場がしっかりとあって、ここで服を脱いでいただいて、で入っていくんですけど、まあ、どんなのがあるのかっていうね、お手洗いがあって、まあ、ドライヤーとかね、こう普通についてるんですけどもね、はい、まあ、ここにタオル自由にお使いくださいねっていうね、あるんで、で見るとこんな感じ、ジャグジーですよね。24度のちょっとぬるめと、34度のちょっと厚めと、で、ミストサウナ、スチームサウナがこうついてると、はい、あとはね、こう日本の銭湯のようなね、こう座ってゴシゴシ洗っていただいて、でこういう、はい、シャワーブースなんかもあるんですよね。はい、これなかなかいいですよね、これね。はい、私お湯タンクが50台どうのとかって言ってましたけど、まあ、ここに来れば肩までゆったりいつでも毎日使えるわけですよ、はっきり言って。まあ、9時までっていう時間制限はありますけどもね、はい、サウナにも入っていただいてできると。はい、これ男性用と女性用がありますので、まあ時間朝の6時から、はい、夜の9時まで利用していただくことができるんですよね。はい、なんで、まあこれもね、一つの機能としてね、はい、エアコンもすごい、ダイキンのエアコンですごく涼しいですし、効いてますしね、はい、使っていただければなと。はい、もう女性用もね、誰も入っていないのを確認してるんで、ちょっと見ときましょうか。はい、こんな風になってて一緒ですよね。で、はい、ミスト、スチーム、サウナがあって、こんな風にね、はい、お風呂ゆったりと使っていただいて、はい、自分でね、こう水をかけてね、調整するっていうこともできるみたいです。はい、こういうのがサウナとしてこうついてるんですよね。そこをちょっとね、皆様にもご紹介しておきます。こんな感じですね。はい、ちょっとね、これロータスっていう間のミーティングルームなんですよね。まあ、これもある、まあ、ホテルですので、ホテル兼業ですのでね、はい、このね、この素晴らしい床ふわふわですよ。床ふわふわの絨毯のミーティングルーム。まあ、ちょっと、なんか面接会場みたいな、そんな感じですよね。いろんなものに使ってるらしいんですけど、はい、もちろん使用されたこと、利用されたことが何度もありますよと。はい、このね、大画面のテレビで、
はい、ここでミーティング、まあ、ここは別個でね、もちろん契約して予約をして使うっていうことになると思うんですけど、住民の方がいるからどうのっていうのは若干のディスカウントは効かせてくれるかもしれませんけどもね、こういうスペースがあるということですね。はい、今度はね、スーパーのね、これはまあお金かかります、お金かかりますけど、本格的なスーパー、朝の10時から夜は9時まで、9時に終わるケースがなんかここ多いですよね。はい、ここにね、スパの受付があって、まあ、これは後でまた料金表とかね、概要欄に貼っときますね。はい、6つぐらいのね、シングルのお部屋があって、1つだけカップルの部屋があるというようなことですよね。まあ、ここでね、心身ともにゆったりとマッサージを、ね、受けて、はい、足だけでもなんかやるような、なんかこう、そういうものがありますけどもね。ここでシャワーもちゃんとついてるんですよね。はい、油とかオイルでこうね塗られたら気持ち悪いんで、はい、最後シャワー浴びてで、出ましょうというような、はい、こともできるみたいですね。 1,2,3,4 ね、ありますよね、だいたい同じ感じ。はい、でここにあるのが、これはカップル用かな。はい、これはカップル用ですよね。はい、ご夫婦でまあゆったりとね、やっていただいて、で浴びて、まあ、ちょっとこうチャプーンとジャグジーに使っていただく、もしくはシャワーですね。はい、ちょっとエグゼクティブな感じで、はい、なってますけどもね。はい、こういうスペースもあります。はい、これも有料ですけどもやってます。はい、正面入り口から脇の道をちょっと先にの、来たところにもう一つね、こういう入り口があるんですよね。でこれ何かっていうと、ここの4階部分だったかな、ロータスっていうね、大会議場があるじゃないですか。はい、あそこは外部の人もこう入ってくるわけですよね。あとは外部の人向けにスパ、有料のスパなんかもやってます。そんな方々はここからまあ出入り、だからここから上る上は4階か5階か、そのサービスのあるフロアまでです。はい、住民の方は基本的には受付レセプションのね、広いカフェのあったあそこを出入りしていただくんですよね。外部の方はここを使うと、一応緩やかに住み分けをしているってことですよね。あとね、ちょっと言ってなかったんですけども、ここにキッズルームがあるんですよ。今ねコロナでちょっと使えないんですけどもね、エアコンが効いてて、まあ、綺麗に お子様向けの、まあ、キッズルームもちゃんとねここで確保してます。はい、そういう、まあ、機能を有しているサービスアパートですよね。はい、脇にあります。